GND のスクリーンショット統合転居ファイル、または GND とは、目録からの個人名、県名表目、企業団体を組織化するための国際的転居ファイルである、主に図書館でのドキュメンテーションに使用されるが、公文書館や博物館での利用も増加している。GND は、ドイツ国立図書館が、欧州ドイツ語圏にある複数の図書館ネットワークや、 その他提携先との協力により管理していて、クリエイティブコモンズゼロライセンスで提供されている。GND の使用は、高レベルエンティティとサブクラスの階層で提供されていて、図書分類法に最適化されていて、単一要素の明確な識別にアプローチしている。また、セマンティックウェーブにおいて、知識表現に意図されたオントロジーを含んでいて、RDF 形式で利用できる。 以下の転居ファイルの内容を統合する形で2012年4月に稼働を始めていて、これらの転居ファイルは運用終了となっている。稼働開始時点で GND は265万もの個人名を含む949万3860ファイルを持っている。他の転居ファイルにはアメリカ議会図書館による Library of Congress ネームオーソリティファイル。 日本の国立国会図書館によるウェブ、NDL オーソリ o ィズがある。GND エンティティには7つの主な種類がある。ありがとうございます。